もしかしてあんた、私のあの姿を見た時よりも驚いてないかい？すっごく驚いてる。けだって、さくらさん外でお仕事する人だから歌詞とかやってる暇なさそうだなって。そんなイメージありますね。別に、いわゆる家庭的なタイプに見られないのには慣れてるからね。昔バレンタインにね、得意先の編集部で手作りチョコを配ったことがあるんだよ。もちろんギリって箱書きのあるやつをね。うん、ありがたがられるどころか、むしろ不気味がられたよ。悲惨ですね。ところで咲夜さん、あの家電気と水道は通りましたけど、ガスはダメなんですよ。それでも料理ってできるものなんですか？それなら多分大丈夫。咲夜さんの車に携帯コンロが積んであるよね。使わないよ、もったいない。でもそれじゃあどうするの？とりあえず帰ったら山で薪集めだね。薪？屋敷にはかまどがあるだろ。昔はみんなあれで料理をしてたんだよ。何か言ったかい？ううん、何でもない。それより晩ご飯は何を作るの？さて、何を作ろうかね。あんたリクエストとかあるかい？やっぱりこういう時はカレーかな。あらま、なんとも無難なとこ。私の腕を信じてないね。そんなことないけど。まあそれでもいいけど、私は和食の方が得意だよ。あんた和食派だろ？じゃあお味噌汁。はいはい、米と味噌。おかずは何がいいかな。そういえば煮物とかは最近食べてないの？はいはい、煮物。
か悪いんだか。まさかこんなところであいつに出くわすとはね。あいつ？孫悟空が見つかったよ。ご丁寧に如意棒までご持参だ。え？専門家が来たって話をしただけだよ。そうですか。挨拶を交わす前に遠行扱いされるとは思いませんでした。あなたとは犬猿の仲ではありますけど。青天大聖役は不服かい？いいえ、むしろ望むところです。あながち縁がないわけでもありませんしね。そうかい。うずき、こいつが鳩を蹴。なるほど。あなたがここにいる事情は飲み込めました。話が早くて助かるよ。実は千羽月鬼切部千羽刀を代表する当代の鬼切役だ。鬼切部って名前の通りの専門職だよ。餅は餅屋、鬼退治なら鬼切部。あんたのお守り問題の心当たりの先もこいつらさ。じゃあ頭下げたくない相手って。私は鬼でこいつらは鬼切り。天敵同士仲がいいわけないだろ。それでうずき、なんであんたがこんなところにいるんだい？最後の水木を切り捨てろって鬼切りの頭から命でも下ったのかい？違います。あなたとは別の鬼を追ってきました。
この地に祀られるお柱様でもありません。ですがその鬼を追わねばならない背景には少なからずあなたも関わっているということを忘れないでください。私がかい？鬼であるあなたが先々代をそそのかし鬼切り役から引かせたことを忘れたとは言わせない。そして先々代を敬愛していた先代は習って自ら鬼と関わりそれゆえに命を落とした。あなたのせいでもつれにもつれた因縁をこの太刀糸で断ち切ってみせる。ふん、私が先々代とやり合うきっかけを作ったのは60年前のあんたらだろうに。何ですか？あのですね、私今双子の鬼に狙われてるみたいなんです。それで昨夜も襲われたんですけど、朔也さんとお柱様が守ってくれたんです。朔也さんは鬼でも悪い鬼じゃないんです。その鬼切り役の先々代という方はきっと人を見る目があったんだと思うんです。では先代は見る目がなかったと？え？先代が関わった鬼は婿の人を殺めその血をすすり肉を食らっています。私が今持っているのはその鬼です。私の役目は人にあだなす鬼を切ることですから、こちらの用事が片付いた後でよければあなたを狙う双子の鬼も引き受けましょう。ありがとうございます。後回しで申し訳ありませんが、彼女たちが一緒ならしばらくは大事ないでしょうし。はい。それでは急ぎますので失礼します。朔也さん、なんか協力してくれるってみたいだね。なんかいい人みたいだし、もしかしたらお守りのことも教えてもらえるかも。だといいね。ただいま。おかえりなさいです。おばなちゃん、元気になった？ご覧の通り、健康そのものです。それはよかったよ。車の中がああなるって気づかなくてごめんね。お土産に油揚げ買ってきたから許してね。これって喜んでもらえてるのかな？もらえてますね。それにしてもオバナ、食べ物に釣られるなんてみっともない。スイカも買ってきたから後で食べようね。
それじゃあ皮につけて冷やしておきましょう。結構冷たいんですよ。皮なんてあったっけ。少し奥まで行かなきゃですけど、私はちょくちょく水浴びに使います。水浴び？そこ綺麗なの？人の来ない場所ですし、水源も近いですからね。ホタルが飛ぶぐらい綺麗ですよ。へえ、ホタルか。私、本物のホタルって見たことないよ。私もここで初めて見ました。そのうちホタル狩りでもご一緒しましょうか。まあ、それは当座の問題が片付いてからの話だけどね。もうお帰りなさいです。にしても結構買い込んできましたね。今日の昼はともかく、昨日が昨日で今朝が今朝だからね。今夜はごちそうだよ。あ、そうです。咲夜さん、かまどを使うとおっしゃってたので山で枯れ木を拾ってきたんですけど。でかしたつづら。お世話になってる身ですから、一応薪に使えそうかどうか見てもらえます？外に？勝手口の方に回しておきました。さて、それじゃあ少し早いけど、ぼちぼちと支度にかかるとするかね。米を炊くところから始めるんだから、そんなにすぐにはできないよ。つまみ食いしたいならもうちょいしてから出直してきな。違う違う、私も手伝うよ。あんた包丁握ったことあるのかい？あるよ。家庭科の調理実習で習ったもん。日本の教育も地に落ちたもんだね。最近はそんな持ち方を教えてるのかい？気が散るから黙ってて。手、震えてないかい？いいから、咲夜さんは自分の方をやってて。一応手は動かしてるんだけどね。手伝いは十分だから、今に戻ってつづらやおばなと遊んできたらどうだい？